ガチマリモ勝利へのコンパス。ガチマリモ勝利へのコンパス、よいしょ。さあ始まりました。はい、あのさ大丈夫よ、そんなにそんなに見ないで大丈夫だよ。今日初めてじゃないよね。違います、大丈夫だよね。もう何百回ってやってます。まだサンドイッチ食べてる？まだ食べかけ、この後また食べます。そうですか。はい、さあ、収録がね久々なんですけれども、はい、先にお伝えすることがございます。お願いします。なんと今回でこの番組最終回でございます。だから責任重大ですよ。まだ勝ってないんで。はい、でこの番組が、はい、37コンパスを使って予約をします。はい、でその予約した抽選の結果に応じて当日の目標変わってくるんですけども、その、ね、内容がこちらでございます。はい、番号はいいほどノルマも上がると、うん、そうですね。101番以降が一番少ないんだけど、まあ、これが500枚だったのがなんとかして勝たせたいみたいで、あの半額セールを行っております。いやいや、もう本当にこれは絶対プラスしなきゃマジでやばいと思います。そうそうそう、だからてっぺんの方で1から10番引いても1000枚プラスでいいと、うん、だからそれぞれ1000枚なんで、僕が2000枚出したらあなたがゼロチャラではダメなんですよ。はい、お互いがそう、お互いがこの枚数を上回ると、はい、で、まあ、ノルマだけあってそのなんか見返りがないんじゃ何なんだよって感じなんですけど、うん、そうですね、金一封がございますね。こちらでございます。なんで、まあ、これが出ることを期待しつつ抽選結果をこの後待つんですけども、はい、37コンパス新しくなったところがいくつかございまして、まず大きなところだと複数店舗の予約ができるんだと。ありがたい、とてもありがたいですね。それがですね、予約申し込み枠が1日1店舗だったのがこれが2店舗になったと。はいはい、だからまあ前日まで2店舗の予約ができますよと。で当日になったら当日になったらまた2店舗予約ができるんで、申し込みできるんで、最大4店舗申し込みができると。これが一番でかいんじゃないですかね。そうですね。あとはね、登録店舗が増加してたり利用者が増加してたりしております。なの で、ね、まあ、あの人がねやっぱ集まるってことはそれだけ、まあ、ニーズがあるってことなんで、ぜひこれを機会にまだしてない方は、はい、37コンパス登録してみてください。もう並ばなくて大丈夫。事前のホール選びから当日の入場抽選までアプリで完結。入場抽選をアプリで簡単予約。お店に並ばなくても簡単に抽選が受けられる。エンタメ性あふれる演出で抽選を盛り上げる。バラエティ豊かなカットインを搭載。おなじみのあのキャラが出るとこっそり楽しむもよし、みんなでワイワイ楽しむもよし。本人認証システムを搭載し、不正な多重抽選を防止。誰もが安心して受けられる抽選の実現を目指す。その他、みんなが注目しているホールが分かるホール口コミ機能など、勝ちたい人の必携アイテム37コンパスをゲットしよう。さあついに抽選が行われるタイミングがやってまいりましたよ。はい、じゃあまずはゲストからお願いします。これ演出ありと演出スキップってあるんですけど、もちろん演出はあのこういうのでさ、スキップする過去したことある？なんかじゃあ抽選は適当にやるんでみたいな、ないでしょ。わかんないじゃないですか。じゃあいいですよ、押しますよ。うん、お願いします。まあ、でも私多分すごい最後尾引く女なんで、はいはいはい、多分あのちょっと下一桁じゃねえ、一桁は厳しいと思います。なるほど、なるほど。いきますよ。ボタンを押すんですね。いきまーす。カバーチャンスアップじゃないでしょ絶対。おーっとほら来ました。何番何番？私はこういうやつなんです。何番何番だよ。96番です。あー残念、はい、残念。あとちょっとずれてれば。自分の顔が出てきて気まずいですねこれ。いつ撮ったかわかんない自分の顔が出てきたんですけど。いいじゃん、はい、すごいかわいいよ。素晴らしい。96番。ってことは、あなたはここなんで500枚、今回500枚プラス目指してください。はい、わかりました。500枚だったらね、そんなに機種洗いにかなってもいいからね。はい、ということで次私、いきます。何番出るかな。一撃、一撃にしました。じゃあ僕順番にいきますね。あ、わかりました。ま、じゃあケツからいくか。9、これもう完全に59じゃないこれ。
59でございました。どっちもダメでしたね今回ね。ダメでしたね、ただまあ59なんで、はい、あ僕もなんか渋い面が出てますね渋いっていうのはキモいっていうのか分かんないけどはい、59番なんで、あ500枚だ。一緒ですよ、ね、一緒です。勝てって言ってますよね絶対ね。これはちょっと今日こそは天のおぼし飯じゃないですかこれは。はい、じゃあということで我々、はい、それぞれ500枚目指して今回立ち終わりますんで、ぜひ最後までご覧ください。行ってまいります。さあ私取ったのがパチスロモンキーターン4でございます。ノルマ500枚なので500枚っていうことだったら6号機でもいいのかなということで、まずはこちらからで、リセットはされてますね。ユーリックカナップ消えてるんで、なのでこのゲームで移行してって感じかな。はい、でね、リセット狙い、リセット天国狙いを1回だけやったことがあるんですよ、実験的に今後のためってこと でその時は6台打って 1回しか行かなくて天国に、その時に美味しくないんじゃないかっていうふうに思ったんですけど、なんかやっぱ面白いからね打っちゃうんですよね。でリセットされてるともしかしたら早いかもしれないということで打っちゃうんですけど、どうなのかな。今日で全然結果出なかったら本当は諦めよう。これは多分ね期待度 2% ぐらいしかないと思う。残念、仕方がない、移動します。まだ誰も触らないので早く打ってほしいんですよ。だから僕に選択肢をなくしてもらいたいんです。ただ誰も来ないんで打つか。それではプラス500枚を目指して、まずはエウレカ3から打っていきたいと思います。はい、まあ、最終回ということなんで、そうですね、まあ、500枚ぐらいだったらちょっと本当に勝たねばならんかなと。ただ私ですよ、私なんですけど、プラス500枚絶対勝たなければならない、そういうの苦手なんですよ立ち回り的にね、あのいつもアネルキシを打つんですけど、そうだったらめちゃめちゃ高いハードルを狙った方がまだなのよね。まあでもちょっとまあエウレカ3はね、この KCC 頑張れられれば、まあ、投資少なくいいケールかなって勝手に思ってるんですけど、まあ、そんなうまくいった試しもないかな。まあ、ただちょっとまだハイエボとか入れてないんで、まあ、入れたいなっていうのもねちょっとあります。でもまあ十分でしょう。455分の460、まあ一周決めはすぐ行くかな。これで、ね、たまるでしょ即終わらなければ。それでもいい30分の370あるんじゃないですか。ほら当たったところで、まあ、ちゃんとコーラリアに入れなきゃいけないんですけど、まあ、まずは投資の方が3本で勝ち取ります。ウィーレギュラーボーナス
103ゲームです。勝ち取ります。まあ2回は最低当てたいですね。いやー、苦手というかちょっとねプレッシャーがあるな。バチ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 、まあ、ちょっと2回ぐらい当てて入るか入らないかで、まあ、ちょっと設定した的なものも考えたかったんですけれども、残念ながらはい全部バツと。ちょレギュラー中のキャラ紹介、まあそうですね、一発目だし両方奇数しさ偶数しさ両方出てるので何とも言えません。バービックボーナスです。いきます。ダメな時はダメだからね。ここでアヤクはもうちょっと先に出てほしかった。え、今ブーって言ってたんで、あ、まあ赤カップかなって思ったらまさかの中段チェリーですね。まあボーナスが確定、まあレギュラーはない、でも白7は全然あるんで噛み合わないね。これをだから、まあ、KCC 中に引いてまあ、ハイエボに持ってきたかったんですよ。ハイエボもまだ入れたことないから、押します。あ、よかった、ハイパービッグボーナスです。本日2回目、正直ならず、むしろ 30% を、まあ、約 30% ぐらいを全然いけない。4代目でございます。あ、出ない。今日の、ね、収録ホールのアラジン、新宿アラジンさんが感染対策、拡散予防のねのための対策をしっかりされてまして、まあ、まずはマスク着用でないと入店がそもそもできないと、まあ、飛沫による感染をかなりそれで防げると、まあ、みんなしてるからね。さらに、言うと、入り口のところに自動で出る、あの消毒液に自動で出る、ね、機械が置いてあります。やっぱその触らないで出るっていうのがいいのかなと思いますね。あのセンサーで勝手に出るのもね、結局中に触れちゃうとそこにコロナがいるんじゃねえのみたいないうふうに思う、ね、方もいるでしょうから。であとはまあ台の間に全部、透明な、ね、シートが垂れ下がってるんで、まあ、このボードの代わりの、ね、こいつでしっかりさらに防ぐということで、まあ、何重の対策もしているので、これで映る、ここまで知ってたら映るってことはほとんどないんじゃないかなと思います。まあ、コインとかね、そういうのにもし付着しちゃってそれがこうっていうのもあるかもしれないけど、それもまあ結構レアなケースだと思うので。あとはね、人が打った台はすぐ店員さんが来て清掃されてますね。隣ですごい一生懸命拭いてるのを見るんで、なんかそういうのを見るとなんか俺
汚いのかなってちょっと一瞬思っちゃいがちなんだけど、まあまあまあそういうことではなくて、そういう後ろ向きに捉えるんじゃなくて、しっかり一台一台ね、人が変わるごとに綺麗にやってるっていうのはすごくねいいことだと思う。と言ってたらこれ当たるかもしれない、青を突っ飛ばしていきなり黄色になりました背景が。あーこれはいい、これはいいぞ、まず輸出の背景が、青を飛ばしていきなり黄色になって、ライバルも弱い岸田さん、まあ、言ってしまえばだいぶ格下の相手ですね。これチャンスパターンが1回でも出れば、出ない出ないぞ、あ出た、よしこれはいただいただろさすがに、やりました。4代目、まあ、ちょうどね 25% 4分の1ってことを考えるとちょうどです、今日だけで見ると。まあ、一番弱い導入ムービー、およし青島緑背景、とりあえずこのセットは、50敗以上だ。これは何だったかな、シナリオ何の可能性が高いのかな。そうですね、で緑でしょ、あ緑黄色、まあどの可能性もあるか、まだまずいな、シナリオ下の色も変わんなければこれで懲罰いけばいいけど、V ストックもゲーム数の差も今のところないからな。あこれは懲罰いったかも、よし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 、今日は朝からいいぞ、 V ストック V ストックだ、ペーラペーラペーラペー、赤玉赤玉白い、あチャンス役だ、今日チャンス目、今日チャンス目、よしこれはいっただろう、レインボー出ました、ナイス、やりました、とりあえずセット継続確定でございます。さあ2セット目です。おお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 お、9なのかな、また黄色だ、9っぽいな、正解のヒロインっぽいっすね、この9番、おそらくオール50%のナンバー9、シナリオランク9ではないでしょうか。黄色黄色ときまして、いやーこれは無理なパターンですな、チャンスボタン押すの忘れた、あー出ない、チャンスパターンなし、えのきだと勝ったらね得点がありますからね、強いけど勝ったらこれは負けるよ、しょうがない、まあ、50% だからね、復活を期待しつつチャンス役を狙ってレバーを叩きます。うわダメだ、押し出た、復活はしないなこのパターンじゃな、残念、あ黄色高設定しさで、高設定しさ、あーロゴが出てしまいました、ロゴが出ると出ない時より天国期待度下がるんですよね、あ比率的に
実かよし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 、あーでも弱い、あ硬かった、よかった、やめないでよかった。86ゲームでございます。あー弱い、ノーマル、また2セットだ。あー消えた。お、今度偶数よく出るは出るね。 4?4 なのかな。あ、またロゴが出た。ちょっと気にはなるので、ね、この台運命を共に歩めるのかちょっと調査してみましょう。ずっと7本で粘ってたんですけど、これですね、8本目に行きたいと思います。でもまあ約500ゲーム、200ゲームだから、まあ周期じゃなくてゲーム数でいっちゃいますよね。はい、あとですね、前半の方が終了いたしましたということなんですが、現状ハマっちゃってちょっと追加投資の方をし始めました。まあ、まだ1万円なので、そうですね、目標が一応3枚プラス500枚ということは、まあ、最低でも、まあ、1000枚のもうちょっと欲しくてって考えたら、後半なんといけちゃうんですよ。一発でいけるかもしれないということでですね、まあ、まだどうなるかわからない展開なんですけれども、最終回ということで最後まで頑張っていきたいと思っております。この後もぜひ見逃しなく。さあ、追加投資ですよ。お、緑 B にいるんだね。まあ、600までに当たるってことや。モード B が、確定しているところで、まあ、もしかしたらこの300から350の間で当たるかもしれないというところで、前半終了でございます。後半だね、勝負は、勝負がけは後半でございます。500枚だからな、やれると思うんですけど、じゃあとりあえず一旦ここで終了でございます。さあ、最終回の後半でございますけれども、はい、現状どうですか、出玉の方というか定玉の方は。なんと現在投資が1万円で収まってます。はい、ですが残念ながら、出玉0枚ですね。0枚、0枚なんですよ。だ、後半も追加投資から入ります。あらららら、はい、いけないですね。ただそれはあと100ゲームぐらいで一応天井いきます。はい、当たるわ。それでそうなんですよ、まだ本日ちょっと1回もコーラリア行ってないので、入れたいなみたいな。1回も行ってないのに。そうだから耐えてる、ね、いや本当に申し訳ないので、1回でも入ってればね、今頃もザクザクはしてたと思うんですけど。いや、それはやれてる方ですね。やれてる方なんですよ。やれてないとも言えるけど、やれてる方だね。その状況でその枚数は、はい、マリモさんは、はい、私は投資がね、今ね1万4000円でございます。はい、だコインで換算すると650枚ぐらいかな。うん、46枚貸しなんでないんです。私もないんですか。借りた分、最後に借りた分が下手になるだけなんで。でも実質600枚ぐらいのマイナスなんです。あ、いやだからちょっと今だと2人で
1000枚ちょいくらいのマイナスになっちゃうんで、はい、それを見かねた制作陣から、はい、また特例が出ましたね、はい、最終回ですもんね。合わせて1000枚でいいだって。500枚になれば500枚になるだから合わせて1000枚でいい。だ片方が頑張ればなんとかなるとはいはいはいいうことです。わかりました。だから、まあ、頑張ってください。違う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 よ違う頑張って頑張りますけど2人で1000枚だから、はい、いよいよやばくなったら、はい、まあ、一発ある台だ ね、うん、まあそのリゼロだったり青鬼だったり、はい、そういうの打たなきゃならないけど。わかりました。はい、では最終回果たして初勝利で終われるんでしょうか。行ってみたいと思います。頑張ります。さあでは引き続き本気ターンいきます。偶数しさと高設定しさが出てるん で偶数しさが2回、高設定しさが1回かな。後半戦、ルールの方が多少変更になりまして2人でプラス1000枚と、まあ、もうすぐ天井なのでそこから強発のポラリア入れていきましょう。トータル1万9000円まで膨らんでしまいました。よし、ペラ揃ったからもうこれで大丈夫だ。投資せずに済む。さあ、ゲーム数こっちだと547、実際のゲーム数は449ゲームでございますので、まあ、1000ゲーム以上有利区間残ってる状態なんでね、完走も狙えます。うまくいけばでトータルの投資が1万9000円でございます。よーし、 GS だ、 GSGS 目指しちゃうぞ。ちょっと変えてみる。青島告知モードにしてみましょうか。あ、黄色だ、頭が黄色ですので一番下と2番目がない3以上です。さあ来い、黄色のまま、アイコンは黄色のままよ。よっしゃ、レインボーフラッシュでございます。次が何色かな。大高引いた。ああ、ジャクチェか。おお、バカンスいった。ライブ的に青島に勝っててってことなのか。レースしてるときは、青島とレースしたときのして勝ったときの2分の1でここ行くんですよ、バカンス。10ゲームぐらいかな。あ、30あった。ラッキーラッキー。ああ、赤 66% 以上だったかな。 66% 以上ですね。これでシナリオは何が選ばれてるんだろう。今の画面はシナリオ6以上、ベテラン以上で9は否定されてますね。9はなしで6、7で出やすい、ベテランと SG 常連。さあ 66% 以上で継続だ。あー、終わる。残念、ラストで、ラストじゃない、ここで復活ないんだ。すごい悔しい。結構いいシナリオだったと思うんだけど、またもや2セット。
また出たね、ロゴが。セット継続に泣かされてるな。これじゃ勝てんよね。まあ、これで当たって、まあ、入る入らない関係なしに一応移動しようかなっていう感じですかね。まあ奇跡的に残ってるんで、朝一台がこっちの方を立ち回って、そこで出す。もしダメだったら、今じゃないのよ、レア役はね。あとできてほしかったわ。はい、713ゲーム天井ですね。めちゃめちゃハイパー、めちゃめちゃ引いてるんですけどね。全部入っててもおかしくないんだけどな、238枚。まあ毎回毎回よく、まあこの辺うろうろできますよね、 28%。 では SP バトル行ってまいります。25%で考えても4回に1回です。4回目ですよ、確か。ビッグボーナスは。てか20、この辺が。はぁー、チュレイ。いやー、行ってみます。ちょっと違う台、ちょっと勝ちにこだわって大移動をしたいと思います。2台目のエウレカ3、またまたゼロからなんですけれども、最後まで諦めません。天国行ってくんないかな。一応38とか9ゲームぐらいあったので、はい、99ゲームいや、めちゃめちゃ当たるな今日は。え、復活だよね。うわ、終わった、早いね、91だった。超チャンスね、強チェリー。よっしゃー、5ゲームでやってやりました、やってやりました。もう白だったからね、アイコン白だったから相当いいよ、頑張って。どうなるんだろう、ここね、今回ってますけど、モード系が究極ポイモンキー的なものが出ちゃうのかな。あ、来た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 よー、ほら出た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 、究極ポイモンキー出ました。あー、来た、こんなパッドイン、これは揃えたい、ダブルで揃えたい。シングルか、まあいい、まあいい、まあいい。押したらどうにかなるのかな。あ、これ V チェインの鍛えるとかなのかな。揃えたのもまだ2回目なので、
あ、ないんだマジで。あ、終わった。もう絶対スターが出ました。よし、じゃあ次なるディスクかな、花火かな。ほぼチャラ。もう投資はこれ以上したくない。今24本ですね、総投資。どういうこと？どこまでもハマりますね。あ、そんなことなかった。7周期634ゲーム。赤じゃない。来てしまいました、レギュラーボーナス。642ゲームだったのでね、成長ゲームするのが良かったのかもしれない。リグラードは本当にもうすごい枚数なのでよかったですよ、まだ生き延びた。235枚の 56%、 今日一番のあれなんですけど、半分以上あれば大丈夫だよ。いきます。いや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 、お、やだー初だよ俺チャラだった。あ、チャラなんですか。一人でチャラだった。じゃあ何もさんは、まあ、500枚出せばいいだけですもん ね。私も頑張って完走させればいいだけですからね。頼みます。24,000円です。はい、ぜひこれを今たまりたまったものを出してください。そうですね、はい、たまりたまったものを出させていただきます。あなたの展開次第のところあるんで。了解でございますあ、でももうすでに250枚ぐらいか。いや、マジエアリアル、本当に。タマシャンがね、どこまで伸びるか分かんないんですが、まあ、それはさておきまして、私は、とりあえず自分のノルマを果たそうと思います。まずはね、500枚で余裕があれば、タマちゃんが、足りてない分を補填できるような、そういう感じにしたいと思います。まずは500枚。そうだった、残り3ゲームのところで入るんでした。お、パネルショート、じゃあ点滅いきます。これさえ頑張れればどうにかなりますから。もう本当にリプレイの引きとリプレイ以外の引きが重要なだけ。よしと、まあ、これを
てるんで、自称ですけど行きたいね。来ました。ちゃんと仕留めました。成功です。よいしょ。よし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 、おめでとう。ありがとう。ボーナスです。やっと乗ってきた。投資こんなにする前にこうなる予定だったんですよ。赤菜をやたら引いてたあっちの台ですね。白白小ボナスです。1014枚。じゃあちょっと報告しに行きたいと思います。1万円分ぐらい使っちゃいましたね。こういうあらららららら、おおお、ラストチャンスか。よし、当たった。危ない、カバのところに行かないでなんとかなる。よし、負けじゃない。あー、よかった。ドーン、ゲゲゲゲ。ドーン、474ゲーム、自分では380ゲームぐらいですね。いやー、なかったな。数か、おー、いきなり数ヶ月ぶりのビタ押しがいきなりです。あ、ミスっちゃった。よし、ナイス。よし、ノーミス、実質ノーミス、43ゲームいや全然面白くね、全然面白くね。はい、DJ ゾーン、43ゲーム久々すぎてちょっと緊張するな、消化が。おおおおお、ずる滑ってきました。あ、当たったかと思った。あ、来た。結果は、現状ですね、マイナス200枚です。お、僕もあれで200枚ぐらいなんですよ、マイナス。ってことは1400枚、1500枚ぐらい出せばいい、2人でね。諦めるか。諦める。あれがダメだったらもうしょうがない、諦めよう。はい、分かりました。ちょっと待ってて。終了です。悪あがきもここまでだな、残念ですが。じゃあちょっと流してみます。じゃあ私も転落リプレイ引いて
終わりですな、これは。お、あ、当たった当たった、弾当たったぞ。あれ、直しミスだ。あ、ハイパーだ、ハイパーだった。ハイパービッグだ。ということで、私はですね、本日初のコーラリアンから、まあ、1000枚ぐらい伸びたんですけど、あとちょっとっていうところでやっぱり、うまくいかないもんですね。プラス500枚を目指すということだったんですけれども、まあ見て分かる通り結果の方はマイナスと、まあ、あとはマリモさんの最後のビッグがどうなったのかですね。はい、とりあえず最終回ということで、最後までエンディングまで気を抜かないでですね、はい、見届けたいと思います。お疲れ様でした。さあ、エイリアン選ばれてますよ、きっと。お、シンディさん、お、やったー。盛り上がってまいりました。最後に、あ、なんだっけ、ハイパービッグじゃなくて異色ビッグか、こっちがハイパービッグか。あ、爆発した、イエス。めっちゃ楽しいじゃん、ディスクアップ。あ、1ショート、あ、やっぱ当たってた。やったー。あ、しかも V じゃん、イエーイ。よし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 、ある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 。そう、1192枚、1200枚、でこの前250枚で多分取ってるって言われたんで、カメラマンに1450枚でしょ、1860枚、足んないんだよ。まあいいや、とりあえずまたあの転落リプレイまでに当たるという奇跡が。あー、ダメだ、揃ってしもた。バルアガキもここまでだそうです。終了、もしかしたら中の計算間違えてプラスかもしれないんで、最後期待しててください。さあ、また屋上です。はい、なんか定位置みたいなね、我々の住む場所に帰ってきましたけども、実戦、最後の実戦終わりまして、そうですね、まあ、もしかしたらただね、うん、いるだけかもしれませんから、うん、そうですよ、そう、屋上の見晴らしのいいところで撮ろうっていう、ね、はい、だけかもしれませんから、で結果からお願いします。はい、なんとかですね、一撃で、1018枚おいったんですけれども、残念ながらサマイの方がマイナス86枚と、86枚のマイナス。いや、そう、これなんかでもあと1個なんかあればだったんですよ、本当に。まあでも僕頑張りましたから、マリモさんが最後当たってたんでいけるかなと思って、私がですね、まあ、モンキーターンが始めまして、はい、今までにないくらいちょっと調子いい感じでね、いきまして、モンキーターン自体はプラス100枚くらいかな、うん、それぐらいで終わったんですけど、まあ最後にちょっとね、まだこれじゃ足りないからってことでディスカップ打ったらですよ、はい、なんと一撃1400枚以上出まして、すごい。
で2台合わせると、はい、874枚投資、はい、1856枚回収で982枚プラスなんですけど、はい、あ、そうだ、あなたが私がそうです86枚のマイナスなんで結局2人 で104枚のマイナスなんですよ足りてない、もったいない、ちょっとね104枚のマイナスで終わっちゃったと思いきや、はい、我々ちょっともうここで終われないということ で、 そうなんです。ジャグラー1人2000円勝負をしました。じゃあタマさん、はい、今2人であと100枚ぐらい足んないです、はい、正確によって104枚足んない、104枚だから、はい、2人2000円ずつ、はい、2000円ずつでジャグラーを打ちます。それぞれ2000円までに1回ビッグ引ければ到達だから。私今日何もしてないんでだからこそ、はい、だからこそ今、わかりました。じゃあちょっともう本当に2000円でべからせればいいだけのお仕事頑張らせていただきます。マジでマリモさんが最後めっちゃ頑張ってくれたんで頼むぞ、ワンビッグでいいんだよ、ファンキーな告知を見せてくれよ俺たちに。1000円使い切る、ペカる気がしない どうやったらペカるのか教えてくださいラスト1000円、助っ人の本命、助っ人っていうか今日ちょっとマイナスになっちゃったんでいらなかっただからもう無です。私もプラマイゼロみたいなもんで、存在が今日はとっておきとして招集したんだから頼むよなぜ私をとっておきだと思っちゃったんですか頼むって、優秀の美飾りたいよ、ペカル出ちゃう、もう光っちゃう、光らずにはいられない、光らずにはいられないはずだ。ワンペカでいいんですよ、ワンペカでだけで盛り上がれるんだから。光れるよお前だったら、勘弁してくれよちょっと姉さん。いやどうしたらいいんですかね、もうわからないです私も。でもこんな最後まで楽しい実践なんてなかなかないですよはい、あーあーあー終わる終わる、あーラスイッチ、ちょっと待って、2枚じゃん1枚じゃん、2枚掛けと1枚掛けてやるよりフュージョンした方がいいと思うんだよ。ちょっと待って、俺も多分今日の引き使い果たしたから使い果たしたんですか、やるならお前だ、分かりました、頼むよ、2人のパワーの結晶だからね、これお願いします、光れ叫び光はない、まだ分かんないですよね、バルアガキもここまでだ、ちょっともうちょっとドリームあると思ったんですけど ねやったーみたいな、ね、全然あっさりだったね、いや本当に終了。まあでも戦いとしてはすごい良かったと思いますよ。無線で負けてるくせにこの野郎いやでもやっぱり勝ってても負けててもなんかそのドラマがあったじゃないですか。何が大将だよ、ドラマって、何が秘蔵っ子だよいや誰もそんなこと言ってないんですけど誰かが勝手に言っているだけでもまあ確かにドラマあったよ、ドラマはありました。で、あの中もみもみで行って、そうなんですよ、一回まあバーッと2人下がったけどどうかと思ったら後半ドーンっつってね来て、しかも100枚そうワンビッグ引ければなんとかなるというところで、まあ、今まで一番戦えた感はありますよ。わーい、
まあでも負けちゃったんで、また今日も罰ゲーム、もなんか持ってんすよ。なんかお箸も用意されてますけどこれ何ですか、これ船寿司。いつもで10秒かぎますんで、はい、はい、カウント OK ですよ。はい、いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。全然平気ね、なんか全然平気ですよね全然平気ですよ。なんだ、え、臭くないんですか。まあ、あの独特な香りはあるけど、全然あの、うん、珍味って感じ。あ、今までのものに比べたら、もう全然美味しい感じが。じゃあ全然罰じゃないじゃないですか。全然罰じゃないからか、なんかもう一個持ってんだよね、なんか知ってるけどいや、やべえよ、これはやべえよだって色違うもん、この間と。なになに、なんですかそれ。え、俺 手袋捨てなきゃよかったな。いや、やべえよこれ。あ、くっせ、あ、くっせ、マジでこっち来ないでください、本当にやめてください。帰れなくなりますよ、臭すぎて。え、なんか臭いです早くしまってもらっていいですか。これはまずいよ。風に揺られてくるんですけど。違う違う、これはまずいっすよ。くっそー、マジくっそ。マリモさん、早く帰り、早く歌してください。何秒ですか、2秒ですか、これちょっと1秒ですか、5秒ですか。嘘だろくっそじゃあ、行きますよ。せーの、うわー、5、4、3、2、1、息止めてるかと思ってた。あ、なんか手に汁がついてる。無理です、臭いです、私まで罰ゲームですこれくさ、ダメ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 です、本当にダメです。今日飲み会控えてるんでマジでやめてください。臭豆腐持ってっていいよ飲み会に。無理です無理です、珍味らしいから酔っ払ったらみんなにかけちゃいそうなんで。あ、最後にひどいのが待ってましたね。いや、臭豆腐はね、寝かせちゃダメだね。届いたらすぐ食べましょう、うん、ほんと食べたい方は。いや、きつかった、ということで、はい、まあ、全4回にわたってお送りしてきましたガチマリモ勝利のコンパスですけども、まあ、これで終了ということでございます。まあ、4戦4敗と勝率 0% なんですけども、まあ、ノルマ達成率か、ノルマ達成率 0% なんですけど、決してこれ3-7コンパスが悪いわけじゃないです、うん、我々の実力不足まあ主に僕の実力不足でした。ただ、まあ、あのアプリを使えば本当に手軽に抽選に、ね、参加できて、はい、例えばその雨の日に並ばなくて、ね、いいとか、スムーズに入場できるとか、不正がね、正されるというかね、なんでそういうことをメリットも、ね、かなりあるんで、ぜひ使って皆さんは有利に立ち回っていただければと思います、はい、そしてまたね、こういう企画があればその時こそもう全勝して、こんなもの書かなくていいように頑張りたいと思いますんで、応援してください。じゃあ、たまちゃんも最後ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。次頑張りましょう、また。そうですね、はい、ということで、またどこかでお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。さよなら。今回の撮影協力店は新宿区にある新宿アラジン。こちらのホールにはスロット421台、パチンコ410台を設置。詳しくはホームページをご覧ください。